沙織ちゃん、いいんじゃない？これすごくいいじゃん。本当ですか？恵美さんにそう言っていただけるとすごく自信ついちゃいます。沙織ちゃん忙しそうだから私が応募しといてあげる。任せて。ありがとうございます。恵美さんって外見だけじゃなくて内面も本当素晴らしいですね。もう憧れちゃいます。モラルを持ってこれで条件は私のもの。沙織ちゃんたらすっかり私を信用しちゃって、落語ができるアイドル、ラクドルなんて言ってるけどまだまだ若いっていうか若すぎるっていうか。笑って賞金獲得、王様気分、賞金王。恵美さん、さっきはありがとうございました。これハガキ代です。いやー、私の名前で応募したのにこの子ったら50円差し出しましたよ。もらっとこう。わーい。まあなんか沙織ちゃんは一位なんだね。このまままっすぐ行けばどんどんぐんぐん伸びていくよ。私みたいに、まあ恵美のお墨付きっていうか、うん、ありがとうございます。業界ベテランの恵美さんにそう言っていただけると自信がつきます。これからもご指導ご鞭撻よろしくお願いします。何ベテラン、沙織ちゃんとそんなに変わらないつもりだけど、なんか鼻につくけど、まあまあいっか。これからもね、仲良くこの番組進めていきましょうね。